お尻痩せ頑張りましょう。ヒップリフトからいきます。仰向けです。上げます。アップダウン。腰で上げてしまう癖がある方は少しですね、体を起こしてやるとお尻に効きます。こんな感じです。なので枕か何かで頭高くするといいかもしれません。試してみてください。で、足これでも OK です。こんな感じで OK。 それでは早くいきますよ。アップダウン。あ、お尻わからない方は起こす。そうするとね、全然上がらなくなるんですけど、それで OK。 腰でこんなに上げれちゃうんですけど、それだとあまり意味がないので、まだまだ続く。もも前に効いてしまう方は膝を曲げすぎです。しっかり膝を伸ばしてやりましょう。あと3つ。さあ反対いきます。ゆっくり。さあ、こっちもわからないときは体を起こしてやってみましょう。手でこうやって押さえても OK。 お尻の感じが分かったらもう一回寝てもいいですし、枕を置いても OK です。もちろん足をこのように伸ばしていただいても OK です。それで疲れてしまうな、どうしてもこっち来てしまうなという方はこのようにやりましょう。ラスト。さあ、それをリズムを速くしていきましょう。いきます。ふう、へい、ふう。分かりづらい方は体を起こして、へい、腰で上げないように、ふう、へい、ふう、へい、ふう、へい、ふう。まだまだ、へい、ふう、ふう。あと4つ。4 3 2。はい、OK。 さあ、両方で上でキープです。で、これで腰で上げてしまう方は体を起こしましょう。こっから次はこんな感じで両方離します。いきます。ふい、少し沈んで、ふう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 。まだまだどうぞ。ふう、ふう、ふう、ふう。4 3 2。はい、 OK。 ふう、頑張った。立ち上がってランジの準備です。次はクロスランジになります。クロスランジ、ここからクロスになります。では横に開いてバランスを取れるようにしていきましょう。最初はゆっくりペースでダウンアップします。いきます。せーの。前になってる足と体は正面に向いていきましょう。あと2つ。ふう、こんなにクロスすることはないですよ。早くいきます。ダウンアップ。ダウン。辛い方はこうやって膝に手を。あと4つ。4 3 2。下で3回弾む。1 2 3。よいしょ。1 2 3。頑張ろう。1 2 3。だんだん体に見えてくるよ。気をつけて正面。まだまだ気をつけて。後ろ足に対してかからないように。前、次で終わるので足を変えます。変えましょう。ゆっくり。アップ。どうでしたか？反対もね。反対の方だと後ろに乗りやすいという方が多いです。思い切って前傾してみるといいと思います。早く。ダウン。アップ。ダウン。アップ。あと4ついきましょう。ふい、4 3 2。さあ、3回弾む。1 2 3。ふい、ふう、ふう、ふう。
終わったらやりましたコメントお待ちしてます。